お茶持ってきた。見て。ただいま。お茶を持ってきました。おしゃれなグラスやろ。おしゃれやと思った？これがどこのものか知ってる？みんな。インスタとかで結構話題になってたやつ。これなんかね、六角形なのかな、六角形ぐらいのやつ。後ろに貼ったまんまだった。そう、正解は100均です。100均です。100均の200円のやつよ。安いでしょ。これおしゃれに見えるでしょ。可愛いって思ってずっと欲しくて見つけたから、この前買ったの。そう、イエーイ。100均よ。得意なダイソーです。お安い、安くて可愛いダイソーちゃん。好きです。私も好きです。こんばんは、こんばんは。夜8時40分でございます。今はみんなは今日何してた？あんま帰ってきてすぐじゃない、ちょっとしてダラダラしてお風呂に入って現在です。お仕事お疲れ様。そうそう、明日も、そう明日が多分早朝配信します。明日早朝配信しますね皆さん。早朝配信、仕事お疲れ様です。皆さん何時だろうな、5時とか、まあ5時台ぐらいですね多分。多分夜はできないかもしれない。スイカ今年食べたっけ？食べてないかな、食べたっけ、まだ食べてない気がする。メロン食べたいやん。メロンが食べたいな。だから私はでも今日12時までに、あ12時起きとかないといけないじゃないですか。だから12時まで起きてるけど、明日は早く起きないといけないから、12時回って1分後には寝ようと思います。ごめんなさい、ちょっとかも。12時1分には寝れるようにして、はい、から12時1分に私は寝ます。ツイートして寝る。予約ツイート専用、ちゃんと自分のこの手でツイートするよ。ね、睡眠時間だけんちょっと明日一日頑張らなあかん。ゆうしさんハートありがとうございます。今日もなんかお風呂入る前にめっちゃ眠たかったんですけど、でも今寝たら今日の夜12時1分に寝れなくなるって思ってやめました。もう絶対寝ないって思って睡魔と戦ってた。
でも11時57分にアラームをかけるんですよいつも。だから今もアラームをかけてるので、まあ寝ちゃってもワンちゃん起きれるし、まあでも多分寝ないと思うけど、そうなので今日はショールームを終わったら12時前までに全部明日のなんか全部持っていくものとかなんかやることとか全部終わらせて明日の朝を迎えられるようにしようと思う。そうちゃんとアラーム、そう寝落ちしても保険あります。こんばんは。明日ワクチン打つんですか？ワクチン打ちました。打ちました。応援してます応援じゃないけど、応援じゃないか分かんないけどね。ショコナーもしてるの？ショールすが効率的。野球同点ですね。ね、ついてます。はい、テレビつけてます。音はないですがごめんなさい、言ってなくてごめんなさい。勝手にテレビ見ながらショールームしててごめんなさい見てます許してください。野球好きを公言してるアイドルなんで。はい、見てます。今ワンストライクですよね知ってますバラした自らバラしたアイドル。はい、知ってます。はいね見てます。実況してて草みんなもテレビ見ながらオリンピック見ながらとかあのショールーム見てください。こっそり見てます。ホワイトボードくん0時どういうこと？お誕生日ツイート？え、別に0時にできるなら0時でもいいんじゃない？追いついたと思ったら、3対6になっちゃいました。ホームランで3対3から3対6になっちゃいました。あらららら、あれま、立派なホームランなこと5回、うん、5回だからね。うん、そうそう、まだわからない。そんなもんまだわからない片言になってますよって片言になってましたそう、敵を褒めるしかない。そうなんよ、そうなんよ。あら、大きなホームランなことを言うていやいや、まだ厳しいとかじゃないですよ。5回なんで。これがね、ちょっと9回ぐらいやったらーってなりますけどね。まだ5回なんでさ、まだいきますよ。折り返し地点じゃないですか。しかも表ですし、まだ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 これからさ。だからまあ今
あれですね、俗に広島公園あたりですね。今広島公園の前半なんで、そう、まだ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 ここからっすよ。まだ栃木に足を踏み入れてないんで、広島のまだアンコールまで行ってないんで、これ広島の、はい。横浜まではさ、まだまだですよ。そうですよ、まだ広島なんで、今ちょうど9回ですし、でね、イコラブも9公演でしたし、9箇所公演でしたし、はい、で真ん中ちょうど4公演を終えて5公演目が広島でしたし、はい、だから多分まだきっと皆さんこんにちはイコールラブですとも言ってないんですよ、この状況だと。うん、なので大丈夫だと思います。アンコールは延長じゃないです、その回での話なので、その1回、5回が広島で6回が栃木っていう意味なんで、はい、まあ、例えばまあ延長ってなると、そうですね、まあ、横ありのアンコールみたいな感じですかね。まあ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 、初日歌ってるくらいかな。初日はもう歌い終えたんじゃないですかね、どうですかね。あ、でもまだね、そうですね、でもノーアウトなもんで初日歌ってる頃かもしれませんね、はいはい。なんでまあまだ分かりませんよ、これからですよ。ということで、まあショールームやりながら応援していこうと思います。推しメンからメッセージが来たわ。私は立てる憧れていたステージ大歓声拍手と熱気の中、ずっとさ、あの曲さ、ほんと急に広島公演の話したから初日の話に戻るんだけどさ、ずっとさ、なんかあの曲をさ、なんか昔からさ歌ってきてさ、では別にさ、そんな何ステージで歌うために練習したっていうこととかはなかったしさ、普通にカラオケで歌ったりさ、ただ単にさ好きだから聴いて歌ってるっていうぐらいだったんだけどさ、ね、だからなんかそれを本当にあんなにね、ホールで一人で歌うことになるなんて思ってなかったわ。こんな風になるって思ってなかった。アンが初日歌うことで広島を感じられるって、広島感じてくれ、広島なんか帰りたい。広島行きたい。初日の映像はもう見れないのかな、一生。どうだろうね、わかんないよ、もう。ワンアウト一塁。初日聞くとイントで泣く女になってしまったって、コロンちゃんかわいい。広島公園行きたかったって、そうやって言ってくれたら嬉しいよ。セーフなの今。円盤に入ってほしいってね、どうなんだろうね。でもなかなか難しそうだな。え、アウトじゃない、え、セーフなんや今の。難しいね、判断って。あ、すいませんね、急に野球の話してセーフなんやな。そっか、アウトかと思ったけどな。
あ、足離れてたんか、そういうことか実況中継になってる、実況中継野球見てるってバラしてからめっちゃ実況するって解説の人と同じこと言ってる、そう、あの解説は聞いてない、マジ無音でただただテレビ見てるだけだからもう実況配信する、そうしようか、もう実況配信じゃなくてもうこういう角度でショルームするけど大丈夫そうよしほんまに実況配信しだす女、おしダブル交代ですいやバレエと迷うよね、わかる、なんでさどっちも見たいからさ、お熱気にさやらないでって思ったけど、次鈴木誠也選手出る、実況配信どんでしたせやねん、今あの CM 中であのうちの友達のゴリラが出てるゴリラくんが出てるんで、エネオスゴリラくんが出てたCM でわざわざ CM の実況までする人、エネゴリくんが出てた、やっぱ友達やから実況しとこう思うて、友達なの、うちらゴリラズだからイコラブの、ティフでどのステージ行くか迷うオタクみたいなもんかせやねんな、てかさなんだっけ、なんか見たティフのさやつなんだっけ、なんかインタビューしてみましたみたいなやつ読みましたか、なんか瞳のやつ、なんかティフ全体のなんか思い出とか、そうティフでのプリクラを載せてたんですよ、でなんかどのグループさんも公約みたいなのを書くんですけど、なんかどこかで全員がウィンクするって書いてて、だからで瞳がなんかみんなになんかウィンクにしちゃったみたいな言ってて、みんなごめんねみたいな、勝手にウィンクにしたみたいな言ってて、いやあのウィンクできんよっつった全然いいけど、あウィンクできんけど大丈夫そうっつった大丈夫そうっつったら笑ってたうん、事後報告された、いくよ、あウィンクほんとできないんですよ、できんくない、できてなくない、こっちも閉じちゃうの、どうしよう、一瞬ならいけそう、本当あもうウィンクなんてどうでもいいはい始まりましたできてる、しかもカープの鈴木誠也選手が、熱いわ、
ちょっとウインクなんかやっぱしてる場合じゃなかった。私のウインクがあれだったかな、なんかもうちょっと私のウインクのおかげかしらうちのうちのカープのうちのカープのやべ、おいい流れじゃないですか、いい流れですよ、うちの鈴木誠也選手が作った流れですよ、これは完全なる完全なる。ほら広島の今すごくこうどんどんみんながもうどんどん湧いていってる感じの時すぐすっげえ都合のいい流れ、都合のいいことを言う人。やば、笑う。ウィンクは聞いた？本当？じゃあティフでも頑張っちゃおう。ちょっとね、なんか鈴木誠也選手のね、そういうホームランとか結構みんなね見たいって感じあって、この大会で初じゃないですか。柳田選手も広島関連でうちのだね、そうだね勝手にウインク、ウインクのおかげかもしれない。私のリーダー選手、野球見てて準備できなさを、確かに。やっぱさ、スポーツってさ、こうやってさみんなで一つになれるからいいよね、まあ、特にねオリンピックとかってあんまり普段野球見ない方とかでも見る方もね多いと思うから。ダメ、ウィンクのしすぎはもうダメ、全部ホームランになっちゃういいかもうなんか全部ホームランでなんかもう試合が終わんなくなっちゃう。からダメ、ウィンクの乱用はしないよ。すごいよね、なんかスローで見たらすごくない？野球とかってさ、サッカーもそうやけどさ、なんかヘディングするときとかにジャンプするじゃん、サッカーとかも。そのさスロー、菊池選手来ました。まあまあでも三塁に送ったってことでいいんじゃないでしょうか。ここはやっぱ確実に点を取りに行くことが大事だと思いますし、まあそうですね、次菊池選手なんで、あ、うちのカープの菊池選手なんで、まあきっと大丈夫だと思います。やっぱねうちの菊池選手なんで、うちの解説者狙ってますねってまあまあまあ、まあ、ここでねやっぱ1点返すのってすごく重要だと思いますし、はい、ボールがちょっと続いてますね。こちらの解説はあれですよ、雑ですよ。ちょっとね、やっぱ菊池選手の時はね、やっぱ見たいよね。角度がもうどう見てもこっち向いてるもん。今の顔。今の方、お顔ちっちゃ副音声でお送りいたしております
音声やで。もうこのショールームも野球好きの方しか残んなくなっちゃう。ストライクの嘘でしょん。うっ、すっげえ取ったというか、うん、まあよし、いいぞ、ほら1点差まで。誰ですか、さっきもうちょっとここからは厳しいねってコメントした方、見てください、1点差まで、そう、もうすぐに追いつきましたよ。5回の表でやられましたが、5回の裏で1点差までもう来ましたので、はい、 いやカープは今日は違うんじゃない、カープ今日はちょっとね、日本なので。すごいよ、この取った選手もすごいよ、うちの菊池選手みたいですね。忍者のようですね。そう、なんか結局どっちの選手も褒めちゃうっていうね。向こうの選手のことも褒めちゃうっていう。いやもうこれの乗りたい、グローブがなんかソファになってるやつ、あもう乗りたい、あれ、あもう乗って、あんまあれで横割り一周したい、こうやってヤッホーって感じで手振ってイエーイっつって。見てる人にしか伝わらない、テレビも一緒に見てる人にしか伝わらないやつ、あんまあれで横割り一周したかったな。よくありだったら危ないだろう。いえいえ、とんでもない、トロッコと同じような感覚ですよ、あれをトロッコだと思えばいいんですよ。あ、顔小さい方だ、デュディャンさん、そうです、オリンピックの野球見てます。卓球見ながら仕事してショールーム聞いてんの、それもうわけわからんやろ、やばいやん、3つの情報が入ってくるやん。いいですね、ハイライトでこうやってもう一度鈴木誠也選手のホームランを流すとは、いいですね。そしてその後に菊池選手を打つ、素晴らしい、ここのテレビ局さん。テレビ局を褒める。鈴木誠也初ホームランで反撃って書いてある、何でも褒めますよ、けなすことは良くないのでやっぱ褒めていきましょう。 TBS さん、あもういつも本当にもう最近特にねすごくお世話になっておりまして、あ続いてはヤクルト村上選手、お若いこと若いこと、私の2個下でございます、あら若いこと、あら若いこと、すごいですね、こんなに若いのに。日本は盗塁があれですね、おお。ゆうたそばから、ゆうたそばから、さすがですわ、さすがすぎませんか、さすがすぎませんか、うちの菊池選手、忍者だけじゃないんです、足が速いもんで。先読み解説しちゃいましたよ、私解説者なれるかもしれない、
評判悪い解説者ぐらいにはなれそう。21歳、プレッシャーに負けずに頑張ってください。応援してます。でも、もうきっと頑張ってるんです。だから信じて待つしかない。私たちは何度見てもお顔が小さいこと。ファイトお疲れ様です。すぐにテレビをご覧ください。すごい広島のカープの選手をひいきしてしまう人。まあ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 、いやいやいや、でもね、やっぱり三塁まで送ったんで、さっきもね、三塁まで送ってっていう感じだったじゃないですか。だからいいじゃないですか。でもさすが盗塁をしてて成功しててよかったです。素晴らしい。ここで同点に追いつければ、梅野選手ですね。よかった。でもすごくない？マジで盗塁してなかったらもう多分終わってたよ。盗塁してなかったらもう3アウトチェンジになってた。多分ダブルプレーになってたやろ、さっきの。観客席が真っ青だ。月3ギガで外でショールーム見れなかったけど、あら15ギガになったの。使いすぎて、でも月末大変なことにならないようにね、見てね。ありがとう。バレーは1セット取り返したって。菊池選手、帰ってきてください。あのね、選手の方がね、こうやってね、みんなでね、いついつになってこうやってるのね、可愛いって思っちゃう。みんな私たちが瞳を見てたとき、眼差しのようで黙れってな。こうやってみんなこうやってんじゃん。ウィークエンドシトロンの瞳を見る私たち10人の眼差しとそっくりでしたが、チェンジでした。まあまあまあ、でもさ、3対6から3対5まで追いついたんやから、追いついたというかあれしたんやから、いいやないですか。いいじゃないですか。嫉妬してたの？ファンの方は。なんで？男の子役の方に MV あるあるMV あるある、嫉妬してたの？みんな。もう瞳のファンの方は嫉妬しないといけない瞬間が多いですよね、きっと。一番多分そういうのが多いから、 MV で。他のメンバーはちょくちょくしかあんまないけど、一番瞳がね多いもんね。瞳のファンの皆さん、メンタル強くいなきゃ。
それか、まあ、メンタル強くいるか、もしくはあの演技を磨いて、そういう何なんだろう、そういうなんていうの、ああいうのってなんていうんだっけ、そういう事務所に入るしかない、どっちかだな心を強くするか、そうあの俳優さんになるか、俳優さんというか、そうなんか出る側に回るか、自分が嫉妬される側に回るかの選択肢はどちらかですかね。あ、そうそう、エキストラさん的な、そう、ニュースになりましたね。そう、エキストラさんになるかのどちらかしかないんじゃないでしょうかないと思いますでもね、正直ね、なんかそういう案も なんだっけ、ズルズルの時か、ズルズルの時とかに、なんかその相手役の方がいらっしゃったんですけど、正直マジでなんか全然喋んないんですよ。しかもマジで撮影の間によろしくお願いしますって言って、でもなんか終わってありがとうございましたみたいな、マジで。でもなんかアンの場合は2人でめっちゃなんか写真をいっぱい撮らないと、そうツーショットさあったじゃないですか、ズルズルの時にそれを撮んなきゃいけなくて、そうだからもうどんな距離感みたいな、初めて会った方とさどんな距離感で撮ればいいんですかみたいな、アンもだからもうさ、向こうもさ多分さ、なんか向こうもすごいやりづらいと思うのね。私のスタッフさんがめちゃくちゃいっぱいいるから、そうでなんか公園みたいなところに行ったんですよね、その時は。で何人ぐらいやろう、なんかもうヘアメイクさんたちもなんかみんな、なんかその時結構ズルズルって一人ずつのシーンが多かったじゃないですか。だから結構ヘアメイクさんも一人一人とかに結構何人かいらっしゃって、でなんか普通だったらメイクさん一人、ヘアさん一人しかついてこないのに、なんか倍ぐらい何人もヘアメイクさん来て、なんかアンがそういうシーンを撮ってたりするのが珍しいから、ちょっとみんなに笑いながらずっとこっちを見てるんですよ。だから一番相手の方がかわいそうで、スタッフさんとかなんかブランコとか乗ってるんですよ、ブランコ乗りながら私のことずっと見てるんですよしかもなんかそうヤジウマがいっぱい来たんですよ。そうでなんかスタッフさんたちもなんか、でも最初全然なんかアンもさそんな積極的な何人じゃないというか人見知りじゃないですか。だからもう全然なんかもっとなんかもっと近づくみたいな言われて、近づいてみたいな、すごいスタッフさんに言われて、えみたいな、どうしたらいいのみたいなそうだからまあアンより多分相手の方の方が辛かったと思うし、まあもう仕事だから向こうもあれだけど私よりもやりづらかったと思う。 そう、しかもなんか携帯で写真を撮るみたいな、本当の携帯で、しかもさその携帯が漏れないのよ、アンの携帯じゃないからなんかフィルターノーフィルターなのよね、何もフィルターかかってないから、そうマジで現実カメラなのよがマジで漏れなくて、だからそれに的にはもうなんかその方と一緒にツーショットを撮らないと、その仕事的に撮らないといけないっていうやついう気持ちより、なんか漏れないっていうそっちの方がアンの中で頭にすっごいあって、いやなんでこんな現実カメラなのみたいな、もう私のもういつものカメラで撮らせてよみたいなもうそこしか気にならなくて、アン逆に、そうだからもうなんかちょっとふんみたいな顔だったの。そうそうそう、まあ MV ではマジで一瞬だし、そうなんか男性の方の顔も多分映ってないんですけどって野球見ながら言うなって話なんですけど、そうマジでなんかその現実カメラがそれ現実カメラすぎて、そっちの方がは辛くて、そう全然なんか別にツーショット撮るとかっていうのはまあ普通に仕事だし、まあしょうがないっていうか向こうの方の方がかわいそうじゃないですか。だから私が別にどうこういう問題じゃなくて、私は普通に現実カメラっていう方の方がなんかそう頭にずっとあって、しかもなかカメラマンさんに撮ってもらうとかじゃないから、なんか2人で行ってきてみたいな、公園
にみんなスタッフさんたちとみんなでいっぱい大人数で行ったのに、なんかで撮影は2人でこういう感じでみたいな行ってきてみたいな、しかもなんか普通にカメラマンさん、普通になんかメイキングとかのカメラマンさんも絶対に使わないの、絶対使わないでしょみたいなシーンもこうやってなんか わざと隠れて撮ってるんですよ私のこと、うん、みんなになんかすごいなんか珍しいものを見てるような目で見られました。そう、せめて盛らせてもろてと思って、盛らせてもろえんかった。そう、しかも慣れないすごいピンヒールを確か履いて、そう、しかもね、その日ね、アンはパジャマとパジャマシーンと普通になんか普通におしゃれなデートの服みたいな設定の服が2つあったんですよ。なのでみんななんかズルズルの時って、まあ、衣装プラスで、まあ、そういうおしゃれな私服が1着あったんですよね、とか、まあ、制服とかあったんですけど、生写真を私その制服で確か撮ればよかったのに、なんか私その生写真なんか制服じゃない、その私服で撮ってなくて、そう、なんか私服で撮りたかったなって思ったんですけど、私パジャマで撮ってるから一人だけなんかみんな制服とかおしゃれ、めっちゃおしゃれな私服なのに、私だけしかもおしゃれな私服もアンの衣装にあったのに、まさかのパジャマっていうね、私だけ生写真がパジャマでした。アンいつも一人おかしいんだよな。それも確かさ、パジャマだったしさ、シネマの時はさ、なんか一人ランニングしてる人だしさ、私一つずれてる箇所にいるんだよな毎回、生写真あるある。なんかみんなお揃いの生写真は、まあ生写真普通なんですけど、そういうなんかちょっとなんか役が違いますみたいな、それぞれの時の私生写真一人おかしいことが多い。一人ランニングしてるし、一人パジャマだしっていう、そんな可愛いからいいんですけど、謎にそんな感じです。そう、急になんかズルズルの MV の話したけど、どっからこの話に急になったんだ。カーテンをシャッてするとか、シャッシャッ開け閉めね、どっちもね、大事な時に使っていただいてて光栄です、光栄です。いつの間にかワンアウトになってました。で野球の実況に戻る人、嫉妬の話から違うよ、あれかだよ野球選手がみんながベンチの時にこうやって見てるのがシトロンの、ウィークエンドシトロンの MV の瞳を見ている私たちのなんかのと一緒だよねって言ったところから始まった。そこからその話が今始まりました。もうね、いつもあのショールームね、なんかどこから何の話が始まったか分かんなくなっちゃうからね。あ、あやたか飲んでる。あやたか美味しいですよね。私もあやたか好きです。そうそうそう、なんかいつもね、どこ話の出発点が分からなくなるんですよ、話が執着して、あれ出発点ってなんだっけってなる。でいつも最後終点まで行ったら出発を探すの、あれでこれって何の話からこれが始まったっけって。あやたかは見逃さないでもろて、あやたかは見逃してないですよ、だってあやたかだったもん。やっぱ日本のねお茶を飲んでいただけて嬉しいですね。やっぱあやたか美味しいですよね。ちなみに私これあやたかです。これ本当です、あやたか最高、あやたかが好きなんで、結構あやたかと体すこやかちゃ自分で買うのっていつも大体そう。だってスーパーにその2つが売ってないことって、まあ特にあやたかかな、売ってないことなんてないからさ、基本的にその2つ買うことが多い、自分で買うのは。
そう、選ばれたのは綾鷹でした。そうだから綾鷹と体健やかちゃって言ったらマジ指原さんだからでしょって言われるってことは分かってるんだけど、でも本当に好きだから。そう、しかも体健やかちゃんは確かに指原さんの影響で飲み始めて好きになったけど、綾鷹はもともとずっと好きで、そうって言ってたよね。それはでも、そうでも本当にどっちも本当にすごい好き。てか本当にお茶が好きになったんだよな。全部に嫉妬せんでもろて。一番搾りってなんだっけ、ビールだっけ。ちょっとね、いやアンもね言いたいんですよ、やっぱビール飲みながら、あ違う、オリンピック見ながら飲むビールはうめえなーって言いたいんですけどね、言えないっていう。嘘でも言えない。嘘だったら言えるか。ツアーと、ほろ酔い飲んでる。ほろ酔いかわいい。ほろ酔いなんか甘いやつなら飲めるけど、でもなんか結局ジュースじゃないですか。あんま飲もうってならない。一人でいるときに飲んだこと一回もないですね。本当に一回もない。試合終わるまで配信コース？何時に試合終わるかな。今6回でしょ、今9時半、10時半、どうだろうね。まあでは別に今日そんなどうせ寝ないからさ、配信しててもだからみんなも私の配信に今日は期待せずに、まあただの実況配信だなぐらいで、まあ、長くても23時までには終わるけど、いつもだったらそうね早く終わっちゃうと思うけど寝なきゃいけないから。でもどうせ今日起きてるから配信してても一緒だから、でも私の実況配信なんで、実況配信っていうか、まあ、あれなのでそんな期待はせず、あの野球が好きな方は見ててください。すごいね。みんなうちのって使い始めた。うちのって、そう雑談加えながら、そうなんか CM になったら雑談しますね。 CM 何雑談する、次はまったり配信、まったり。暑いんだけど、エアコンつけてるけど暑い。アンナって本当に暑がりなんだよな。栄光の架け橋へと。なんかさ、あれやってたじゃん、あのイコノイチャンネルでメンバーがさ、歌歌え歌歌えのやつ、あれをさメンバーがさ言うじゃん、あんもさやってみたんよ。したらさやっぱさ、なんかあの54321とかさ、なんかあの場にいたりしたらさ確かに歌えないなって思った。なんかえー、なんだっけってなっちゃう。ね、でも絶対あんだったらメンバー TWICE さんってきっと誰かが言ってくれたんかな。あはは、したら何歌おうって瞳みたいになっちゃうな。ああいう時はなんかちょっとこうなんだろう、ぜもうなんかこの世の中誰もが知ってますみたいな曲じゃないやつ歌おうって思うけど、結局でもパッて焦っちゃって出てくるのティーティーとかなんだろうな。それ誰でも歌えるやつやーっていうやつ
歌っちゃうんだろうなということで1番に戻りました。そうだねってでしょ、ね、なんか、で、なんかみんなは知らないであろうぐらいの曲を歌いたいじゃん、けど多分焦ってティーティーって言っちゃう。気づかないふりやめてやめて。キュースの得点で11人、キュースの得点永遠にあれやってるだけでいいの？歌わない歌わないって、もう多分あれ大体1時間ぐらいいつもなんか得点ってないっけ、1時間あれ やってていいの？もうもう歌手名が出てこない、逆にそんなやってた。ティ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 。イントロクイズでまあ苦手だと思うな。あんまりね、なんかアイドルソング以外あんまり知らんのよね。と現代の曲もわからん。坂本選手。2番が菊池選手じゃない。カラオケ企画、普通にカラオケに行って歌うとかなら全然やりたいけど、なんかもうメンバーでただ遊んでるカラオケぐらいをがちょうどいい。お顔が小さいピッチャーやりますね。わかる、キアラの、キアラのね、そう思った、キアラなんか現代っ子って感じする。あれ監督さんが出てらっしゃったよ。何が見たいですか、特典とか、特典だけじゃないけど普通にこのチャンネルでもいいし、みんな、そう、じゃあメンバー全員でやる企画だったら何が 見たい。あ、私が乗りたい車発車。ピッピッピッピリッピッピッピン。アンが乗りたい車、1m83cm ってこと、183cm ということですかね、身長が。お高い。体力テスト、か学力テスト、野球企画やったやん前、イコラブアイの方で野球企画、みんながみんなの顔がポカーンだったやつ。沖縄バカンス、クイズ大会、神経衰弱、肝試し、料理企画、人狼、ダンスパート交換やりたい、それは肝試し、却下、相撲、相撲みたい。2回相撲って言ってるじゃん、相撲ね。やだよ、吹っ飛ばされるだけじゃん、前やったじゃん、吹っ飛ばさ、私推しメンが吹っ飛ばされるとこ見たいのか。え、次どこが戦うの、日本とアメリカでどっちか行って勝ったところと、え、どこだっけ、どうやったらどうな、なんかむさ難しいんだよな、トーナメント。抱いてかぶってじゃんけんぽん、勝ったら準決勝韓国と。なるほどね、吹っ飛ばされた推しメンをキャッチしに行くかい、どんなかいな。吉田正尚選手、オリックス28番3番、レフト、みんなで人狼とかボードゲームやってるのみたい。ボードゲームってなんだっけ、
人生ゲーム違うか。ロシアンたこ焼き対決、たこ焼きパーティーしたい、たこパ普通に企画じゃなくって普通にやりなっていうね。今ね栃木公演、栃木公演の結構後半、もうだいぶ後半、もうアンゴールに差し掛かってるぐらい、もうアンコールですね。一日キャンプいいね。のいみちゃん言ってて、ね、なんか出てなかった。でも見て、本編は見れてないけど、大喜利大会絶対嫌、絶対嫌あの苦手やねん大喜利、面白いとか考えたら余計わからんくなる。なんかさ面白いことしようしようって思っちゃうんだよねでも逆にそういう時こそできない、なんか何も考えてない時の方が絶対できるよね。でもなんか大喜利って言われたらもう面白いこと考えるじゃん絶対に全員が、そしたらもう無理だな。カットなし、地獄や、地獄絵図や。真顔対決はそりゃいけるけどさ、でもファンの皆さんはさ、みんなが笑ってる姿が見たいでしょ。誰も私のさ真顔なんか見たくないよ。からのヒットからのせいや、ちゃちゃせいや、うちの鈴木誠也選手、先ほどホームラン打たせてもろた鈴木誠也選手の登場でございます。もう皆さん拍手でお迎えください。一回黙れって私テンションが違うねってやっぱね、ちょっとやっぱね、カープの選手だとテンションが倍ぐらいになっちまうんですよ。まあしかもね、やっぱ先ほどねホームランで国民を沸かした鈴木誠也選手なんで余計沸きますね。いいな、彫りが深い二重の幅がすごくくっきりされているの羨ましい。あー、ストライク、ツーストライク、確かにめっちゃ蒸し暑そう。確かに まあでもね、0対0無事に栃木公演もね終了したということで、続いては東京ですかね。東京やっぱ2公演なんで昼夜公演あるんで、はい、高めストレートって聞くと髪型かと思ってしまういつもより温度高めストレート、おもろそうだよ。野球見てる、テロップ加工、今さら野球実況、野球実況わらって書いといた、なんとなく。まあね、6回はあの進展がねなかったんですが、まあ、7回ということで、まあ、やっぱ東京公演ここから、まあ、またあるんじゃないですかね進展が。何か続いて東京の昼公演が始まるので
占い、ああ占い好きだよ。なんかでもとらわれすぎてる人ではないけど、そんなにでも好き。なんかね、イコラブも、イコラブね、なんか流行ったら結構みんなで流行るタイプなんで、一時期すごい占い流行りましたね。最近は前だけど、最近はメンバーによるけど。今は何がブームなんだろう。ああ、なんだろうね。なんだろう。メンバーで何してるんだろう。ああ、女子バレー。いやーでもね、国民を沸かせてくださるから、スポーツは勝っても負けても、スポーツって素晴らしいよね。皆さん、昼公演が始まりました。こちらは「オースティン」。怖いなって。怖いんですか。確かに成績を見る限りそうですね。なるほど、ベイスターズの4番。なるほどね。はい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 。なんとかなんとかセーフでございます。危ない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 。21歳だって。え、ホームラン3回打ってんの。やばいじゃん、みんなやばいじゃん。まあまあでもよかった。でもホームランではなかったけど、まあ、いやでもなんかああやってさ、全力で走る姿私はすごく好きですよ。取るぞっていう気持ちが前面にね、やっぱあのダッシュにこう見えていたじゃないですか。だからあ、さっきスリーラン打った選手か。そういうことか。惜しかったね。ツーベースヒットでございます。惜しかったよ。時差ある。今昼公演で大ギリでミリニャが煽ってるぐらいじゃないですかね。いつから夜、え、7回の裏。昼公演と夜公演があるから、東京はまだ表は昼公演。やっ
ぱ守っていく、みんなで心を一つに守っていくのが昼公演で、夜公演はみんなで心を一つに攻めていくのが夜公演。広島もう終わった。広島5回、5回の時広島公演ちょうどね、野球は9回までですからねちょうど今回のツアーが 9カ所公演だったんで、とても例えがしやすいんですよ。いいね、悲願の金へって書いてある。ああこういうの好きよ、なんかチームでさ一つの目標に向かってこうやって走ってるの好きなんですよ。野球だからっていうわけだけじゃなくて、確かに野球だから好きって部分もあるけど好きなんですよね。ね、青春って感じする。そう、青春が好き、青春が好きなんや。ツーアウト、ミリニアのソロも無事に終わり、瞳のソロも無事に終わり、昼公演の後半戦です。ストライク、充電を取ってこっちに充電をつなげる。タイちゃんハートありがとうございます、ありがとうございます。この私の野球配信そう、今ちょっと明日のなんか仕事のことが来てたから、そしたら何時に私がショールームをするかっていうのがわかるからって思ったんだけど、多分5時過ぎぐらいからやります。5時過ぎ、朝の5時過ぎぐらい、4時台にまあ私は起きるから準備でき次第って感じなんで、まあ5時15分とか5時20分とか、まあ5時半までには始めたいなって感じです。5時半までには始めます。あれですね、結構後半後半戦盛り上がってますね。うん、めっ
じゃあ早起き頑張るわん。フルカウント頑張ってください。千賀投手ニコノイの後だから3時間くらい睡眠。いい、みんな寝なよ。いいよ全然寝て、みんなの睡眠のが大事だよ。え、マジ嘘やん、嘘やん。嘘やん。子宮やて。一類に歩かせてしもた。アナのショールみたいに寝る？ほんと？じゃあみんなが起きて需要あったわ、 見る需要あったわって思うような配信できるように頑張るね。なんもせんけど。実況中継。明日は多分朝、アンの予想では朝ごはんを食べる。なんかでもなんか朝ごはんっていうか多分ちょっと今日なんかヨーグルトを食べたい気分だったんですよ。なのでヨーグルトを多分明日の朝食べるんですけど、そうでもまあそんな食べないけど、多分向こう現場で朝ごはん食べるからそんなに食べないけど、ちょっとだけ朝ごはんをヨーグルト食べる配信と、あと髪の毛を多分ちょっとだけ綺麗にする配信をします。そう、久々にフルグラが食べたくなってフルグラ買っちゃったの。でもフルグラって、まあ、正直まあ本当はあの美味しいから好きなんだけど、そう別になんか結構カロリーが高いってことは知ってるんだけど、まあ、美味しいから食べちゃう感じで、あのパルテノではないんですよ。そうヨーグルトといったら私はパルテノかと思いきや、今日はフルグラが食べたかったのでパルテノはもうフルグラはいらないので、ヨーグルトはその味のないというか無加糖のやつじゃないとフルグラはちょっと嫌なので、それには蜂蜜とかがちょっと好きなので、でもあのパルテノはそのまま食べるのが好きやから何も入れたくない、違うもの。そう無糖、そうそう、それが言いたかった。無加糖とかわざわざ言わんでよかった、無糖でよかった。何時まで今日焼きあるかね。今が10時前だからどうだろう。もう結構7回まだ表ね、結構長時間試合してますね。はい、アウトで交代です。ここでねちょっと同点にして、もうここから2点追加点で逆転してほしいな。7回、11時超えるかな。まあ、でもこのペースやと結構11時、どうだろうね、11時近くぐらいまで行っちゃうかもね。まあでも11時までには終わるので、したら勝った時の喜びと負けた時のピエンをちょっとここで配信することがちょっとできないんですけど、ご想像にお任せします。
7回裏どうだろうね。31って文字見たら31アイスクリームが食べたくなる。あ、まあね、一番好きなのはねポッピングシャワー、あとはストロベリーチーズケーキとかベリーベリーストロベリーとかクッキー&クリームとか好きで、パパはナッツトゥーユーとかが好き。マジいらん情報。でもちっちゃい頃はまだポッピングシャワー食べれなくて、幼稚園のまだちっちゃい頃でも幼稚園の年長さんぐらいから多分ポッピングシャワーが食べれるようになったんだけど、それまではなんかオレンジシャーベットとかレモンシャーベットとかが好きだったよ。っていうね、背番号を見て何の話をしてるんやっていう話なんですけどね、ちょっとね、はい、アウトになっちゃった。そんなこんなで、柳田選手バンク、バンクのギータ来たぞーってお願い。でもさ、いいよね、いつもはさ正直さ何相手チームの選手とかなわけじゃん。でもさ日本代表の時は応援できちゃうからなんかちょっと嬉しくなっちゃう。嬉しくなっちゃうなぁ。31はでもカップも別にあれやけど、でもコーンも普通に好き。でもアイスをちょっと夜公演はテンポが早いみたい。そうなんかカップも好きなんだけどコーンも好きだから。でもなんかアイスをさコーンの中に入れるのが昔からちっちゃい頃から好きくなくってさ、そうなんかワッフルコーン好きなんだけどさ、なんかコーンがしなしなになるのが好きじゃないのね。だけんなんかあれいつももうなんかなんならカップに入れてもろてコーンを別で欲しいぐらい本当だったら。よし菊池選手菊池選手。でもこの前なんだっけ街でセブンティーンアイスを見つけて食べたいと思ったけど、セブンティーンアイスって買ってさ、でもどこで食べようってなるじゃないですか。私絶対それを持ってなんか座れるところとか室内に移動して、その現場に移動してたら絶対溶けちゃうから買えなかった。セブンティーンアイスはちっちゃい頃なんかクリームソーダみたいなやつをよく食べてました。セブンティーンアイス、なんでセブンティーンアイスなんだろう。なんかさ、でもこういう時にさやっぱ野球とかはさお父さんと一緒に見たいんだよね。なんかさあんだけじゃさやっぱ分かんないこととかもさある。特にさ今解説をさ聞いてないからさ、今のはどうだったんだろうとかさ、例えばさ分かんないこともさ、まあ、やっぱさあんもさ野球を習ってるというか野球をやってるっていうわけとかでもない。別にさ高校生くらいからすごい野球好きになって見るようになったっていうぐらいだからさ、まあ、ルールとかもさ、まあ、普通の女の子たちよりは多分全然分かってるそうだと思うけどさ、取るよね、そうだよね。
そう。そうだけどさ、やっぱりさ、その野球してる人とかさ、そのお父さん世代の人とかさ、まあ、男の方、男性の方よりかはさ、で分かってないこととかまだ全然いっぱいあるからさ、そうだからさ、なんかやっぱこう解説一緒にしてくれたり、案が分からない単語を教えてくれる人と一緒に見たいわけよ。だからやっぱさ、一人でよくさ、一人でさ、やっぱ東京来てさ、なんか野球見るけどさ、なんか一人でやっぱ見るの寂しいんだよね。誰かとやっぱスポーツって一緒に見てさ、いつもね、点が入ったらパパとハイタッチするんだけどね、野球とかサッカーとか。そうだからなんか寂しいというところで、あの東京公演が終わって、横有前のあの福島公演に向けて、はい、結構ね、しかも今イコラブちゃんちょっとバタバタしてる忙しい時期なんですよ。東京公演と福島公演の間って、だからきっと今イコラブちゃんちょっと今バタバタしてます。頑張ってる、みんなで、みんなで乗り越えるぞって言うて、みんなで頑張ってる時だと思います。ダッサ撮るの忘れとった。あとで剥がす。よいしょ。10時になっちゃった。こんにちは10時さん、こんにちは10時さん。でもやっぱ野球って面白いよね。みんなうちのって言い始めた。福島公演がスタートしました。もうワンアウトです。福島公演も昼夜あるので、今昼公演ですね。8回もって昼公演です。昼公演です。あ、鈴木誠也選手が映りました。何の実況。なんかやっぱこれ見てるとマツダスタジアム行きたくなる。おお。昼公演も早いようですね。福島昼公演もちょっと早いかもしれない、ペースが。すごくない？今の。あ、21歳の村上選手や。
21歳ですよ。マイカ花世代ですよ。いつもねメンバーの世代で考えちゃう。まるまる世代って勝手に言っちゃうんだよね。なんかスタッフさんとかでも誰々世代だみたいな、自分たちを基準にしちゃう。自分たちのグループ内で誰々世代みたいな、あるある。そしたら分かりやすいんだよね。なんかああ誰々世代か。でもあるあるじゃない、なんかアイドルあるある。どこのグループさんもなんかそういうのありそう。〇〇世代みたいな。山本アンナ世代、ニャーニャーコンビ世代。声すごい聞こえるの？あね、声はね全然ね聞こえてない。無音だから今、映像だけ見て判断してるから。指原さん世代、安明気合入ってるってみんな気合いそれ入りますよね。体力的にもね、やっぱ精神的にもプレッシャーがすごいですからね、きっと。おーすごいすごいすごい、早かった。昼公演、昼公演早かった。さあ続いて攻めていきますよ、夜公演は福島夜公演は。安明投手すごい、すごくない？早かったよ、抑え、素晴らしい抑えだ。J JAPAN J。 あもうこれしたい、こうやって喋る。今度やろう、 MC 中にこれグローブ。MC でグローブ使う。次の曲なんだっけ？届いてラビュー。で使おう。やっぱファンの方にバレちゃいけないじゃん。セトリなんだっけ、届いてラビュー。サインがバレちゃいけないのと一緒で、セトリもバレちゃいけないから、やっぱり。いや野球タイトルって一致するんだな一回黙ってもろて一回うるさいってな私。オタクは共通点探しがち、私のこと
私のこと？でもさ、なんかイコラブで前流行ってたのがさ、ねえねえねえ寝ろっていうのにハマってたからさ、からそれと同じ使い道じゃない？一回うるさいって、ねえねえねえ一回うるさいみたいな、ねえ寝ろと一緒。うちらもさ、なんかそういううるさい時とかさ、なんかはいはいみたいな感じになる時にさ、ねえねえキアラ一回寝ろみたいな、寝ろって言ってて、あんもよく言われてたから。あ、タッチ。だからさ、一緒じゃない？どなたか出てらっしゃい。続いて日ハムの選手、代打ですね、近藤選手。代打ですからね強い。やっぱすごいよな日本代表って、すべてのところの精鋭たちが集まってるんやもんな。すんげえチームだよな、そう考えたら。すんげえチームだよな、ほんと。全員がもうね、もうチームのエースでーすみたいな、4番でーすみたいな人ばっかりなんでしょ。夢のチームやないか。ドリーム選抜ですね。でもドリーム選抜と言われている皆さんもきっといろんな思いをされているのよ、きっとね。福島公園、夜公園もちょっともう終盤に差し掛かっておりますね。山田哲人、でも打ってほしいですね。フライがないですね今日。打ってほしい。なんか7回8回早いな、結構でもペースが早いですな。お、うん、うん、よし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 。さ、坂本選手ですよ。もう坂本選手ならきっといつもあの相手チームにね、巨人とカープが戦うときは、あ、出てこないでくださいって思うけど、今日は出てきてくれてありがとうっていう気持ち、お願い坂本選手。また盗塁するか。ヒヤ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 盗塁。盗塁アウトが一番切ないからね、ツーアウトで。それはそれだけは避けたい。しかも一塁でさ、アウトが一番拍手ばっかしてる女やっぱすげえ、まさかの
まさかの三塁まで走りましたよ。大成功盗塁じゃないですか。もうここで坂本選手に決めてもらうしかないわ。ああもうやっぱ野球って最高に楽しい。ああああ、あれが好き。なんかさ、バッターがさ、その何キャッチャーがさ落としたっていうか、まあ落ちちゃったボールをさこうやって止めるじゃん。あれが好き。よくない？わかる？なんか待てみたいな合図するのが好き。あの手が好き。いやでもさいやでもさ、そのああやって少しでもさやっぱ盗塁でこう盛り上げてくださってさ、そのまだまだ追いつくぞっていうさ姿勢をさああやってみんなで見せてくださったからさ、いいやんいいやん。あれも坂本選手と鈴木誠也選手が喋ってた。何喋ってたんだろう、まだわからないよ。しかもさ、鈴木誠也選手の出番も来るじゃん、9回で。まだわかんないよ。うちの誠也選手が見せてくれるよ、きっと。よくあり始まるけどさ、今みんなきっと緊張の一瞬だよ。ここからよ、やっぱファイナルよね。やっぱみんなすごいみんなすごいあれやなすごいツッコミがすごいな。すごいコメント欄がツッコミで溢れてるけど、頑張ってください。応援してる。もうここをね抑えて9回の裏うちの鈴木誠也選手に任せましょう。侍ジャパン左のエース、やっぱね最年長ですから、最年長ですから、ここはやっぱりきっと大丈夫大丈夫きっと最年長が見せてくれるはず。やっぱここでここぞっていう時にねきっと見せてくれるんですよ。だから大丈夫。肩が凝ってきた肩凝ってきた。あ、もう肩作りながら野球見るわ。いつ呼ばれてもいいように代打で一回黙ってもろて、一回うるさい。マジで肩が凝ってるんやけど。欲張り
盛り上がっていくぜ。何をに、だから代打で呼ばれてもいいように、そうちょっとやっぱり監督、私いつでも行けます、いつでも準備できてます。投げるわけじゃないのに、嘘、見てない間に何が起こったの。あらら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 、あららら、ら切り替えてこ、切り替えてこ、切り替えてこ。ダンブル、よしよし、うう、うう、ダブルきた、よしよし、うい、からの、よし、ダブルプレイ、ナイス、ナイス。やっぱね、守備にね菊池選手がいるあの安心感ですよね、ほんとほんと。やっぱりもうね、どんな球でもきっと取って正確に、そして投げてくれるっていう安心感、信頼ですよね、うちの菊池選手が。うちの菊池選手がいれば、まあ大抵のダブルプレーを成功しますね。よし、欲張り、いいぞいいぞ。熱い語り。あ、そうだよ、ずっと野球見てるよ今日。今日は実況配信だから、実況中。今日中です、やってやるぞっていう目がすごい。やばくない、マジでさ、ほんまにさ、なんかお風呂上がりのさ、ただのさ女の子がさ、もうさなんかテレビ見てるだけ。よし、さあラスト、ラスト頼む。1万人超え、イエーイ、ね、やばいよね、ほんと、ただの女の子がお風呂上がりにさ、ただ野球を見てるだけ、何の配信してんねんって言われそう。でも大丈夫、きっときっと大丈夫、きっとなんかイコラブと絡めて野球を喋ってることによって、そのイコラブっていうあれもちゃんと自分の中で忘れずに、あの野球を見ることができていると思ってる。そう、今は欲ありとか言ってるから、多分イコラブっていうのをちゃんと頭に残しつつ喋れてるから、きっと大丈夫よ。私は代打で呼ばれてもいつでもいいわよ。チューハイ飲み始めたらやばい、安心して安心して、綾鷹ですから、なんて言ったって選手の方が綾鷹飲んでたからね。まあちなみに今は監督さんかな、アクエリアス飲んでたけど、
やっぱり糖分が欲しかったんだと思う、きっと。わかるよ、アンもさ、水じゃないもの飲みたくなる時あるし、横ありで。やっべ、鈴木誠也選手は水飲んでた。私も水飲まなきゃ。3、4、5番で代打出ないでしょ。現実見せないで。いや、3、4、5番よ。大丈夫、いける。なんて言ったって4番にはうちの鈴木誠也選手が待ってるから、控えてるんだから。だからまあ吉田選手に出てもろて、塁にで鈴木誠也選手がホームラン打って逆転して終了っていう未来最高ですけどね。さよならホームランっつって。でもせっかく、でもきっと浅村選手も、でもやっぱりだからやっぱ3人にせっかくだったら出ていただいた方がいいかしら。やっぱりみんな見せ場を少しずつね、こうね、いいところ国民の皆さんに見てもらって終わるのがきっといいかもしれないから。ウィンク継続してもろて。ウィンクできないんだもん、だってあのね、こっちもっとできないよ。ウィンクやろうとしてる人じゃないよね、なんて。ワンアウト。雨降ってんの？結構雨降ってんの？マジ？そんな中で？頭が上がらないわ。やっぱできないよ。私のウィンクはできないから効果がないの。鈴木誠也、鈴木誠也。ボールばっかり。本当にさ、ウィンクできる子になりたい。そしたらさ、 MV とかでもやりたいのにさ、なんで私ってできないんだろう。アイドル向いてない。そんなことより今野球。欲しい。みんなが見守ってる。菊池選手、願ってください。同じチームメイトが今頑張ってるよ。振らなかったからね、さっきの。さすが振ってない。あ、そっか、ボールか。よし、ボールだ。よし、もう顔赤くなってきちゃった。なんかもう暑い、もう暑い暑い。頼む頼む。よくちゃんといっぱいいっぱい見たんだ、鈴木誠也選手は。しっかり見極めたんだ。それをつなげてやってくれ、どうか頼む。どうか頼む。
152キロ。あいえ、おったまげー。あめっちゃ笑ってたよね、鈴木誠也選手。頑張れー、うちの浅村選手はやりますよって信じますね、頼む頼む。黙っちゃう真剣に見ちゃうさ野球は。これだからたまんね。あ、ダイソー行かなきゃ私。だってダイソーが好きだから。黙ります。一回黙ります。一回うるさいんで黙ります。ダジャレ言うてる場合じゃないって。おもろ。え、もう本当にお願い、え、もう本当になんかもう本当にお願いって感じ。あダジャレ月2ですね、つら。柳田選手。ああ確かにワンチャン、確かにあの菊池選手でドラマにしていただくのも最高ですけど、もうでも何でもいい、とりあえずとりあえず何でもいい。でもめっちゃ緊張してるよね絶対、柳田選手、ギータ選手。アウト。よしよし、でも同点だよ。最高、野球って楽しい。誠也選手お帰りなさい。え、これ最高の結末待ってる可能性ないなくはないよね。最高の、私にとって最高な結末がワンチャン。いや待って、絶対プレッシャーじゃん。大丈夫かな、心配。もうだってさ、でもさ別に、でもね、ここでね出なかったとしてもね悪くはないの。だって絶対に全てを捧げて、きっとね全力でねこの時間をねきっとプレーすると思うの、菊池選手は。そうだから私たちは願うのみ、絶対に。
らもうめっちゃ全力やん。はあ、泣いちゃう泣いちゃう、緊張しすぎて。光を追い越してメーター振り切り駆け抜けろ、止まらないぜ飛騨天菊池、かっ飛ばせ菊池。始まりの鐘が鳴る広島伝説、光を追い越してメーター振り切り駆け抜けろ、止まらないぜ飛騨天菊池、かっ飛ばせ菊池。緊張する。いやでも全力を捧げてくれたんだよ、追加公演が決定したんだよ。あれイコラブ追加公演あったっけ。あったあった。ちょっと日はあれだけ、ツアーとはちょっとまた別になっちゃうけど、やっぱ4周年があったし、うん、よし追加公演そう決定したから、よし大丈夫、4周年とコニファーが待ってる。そうよ、めちゃまだまだこちらには、こちらにもねあれだよ、素晴らしい投手の皆様が待っておられるので、なんならもうみんなで作り上げる日本だってとこですよ。やっぱみんなが出てきてみんなで戦っていくっていう、そうまだ残ってますので、うちの選手たちも、うちのカープの選手も、よしここからが本当の応援と言っても過言ではない。11時までにさて終わるのか。道のりはまだまだ長い。さあ来ました、栗林、栗林投手出番でございます。うちの北京オリンピックは4位、そっか、メダル金取ってほしいね。絶対緊張するよね、振り回してほしい。でもねもうね、広島県民だけじゃない、全国民が応援してる、だから自分を信じて頑張ってください。でも頑張ってっていうのはなんか違うのかもしれないから、応援してる、ただ私は、私にできることは応援することだけ、そう。プレッシャー絶対すごいですもん。泣いちゃう、なんか頑張って頑張ってるっていうか、もうさ全身全霊でこのプレーをやっている、なんかもう日本だけじゃなくて、もうなんか野球だけじゃなくてみんなが戦ってるって思ったらなんか泣いちゃうわ。なんかスポーツって
ってすごいね。よし、もう私の今の全部のパワーをもう栗林投手に捧げる。でもね、大丈夫、栗林投手信じて、後ろには同じチームの菊池選手や鈴木誠也選手をはじめとするたくさんのすっごい選手たちが後ろを守っているから、チームだから、これはみんなでつないで、みんなで守っていくものだからさ、きっと大丈夫。だから安心してプレーしてください。ごめんね、広島ひいきばっかで、私の配信許して。そこはよく最初野球見てない感じで配信していたなって、そこは言わない約束よし、すごいね。うん、なんかさっきともう目つきが違う、プレーが始まった瞬間のすごいかっこいい、すごいね、なんか切り替えが、さっき笑顔だったもん。よーし、すごい、かっこよ、ここですごない、三振取るって。すごいな、すげえ、すごただもうすごいしか言葉に出せないすごいね。もう今さ、アンケート取ったらさ 90% 男性しか見てないんじゃない、この配信この私の配信。いや、すげえすげえ、このプレッシャーの中こんなすごい球ばっか投げるってすごない？多分今私の配信もう女の子の方が多分と、 やっぱ野球男性の方がどっちかといったら見ると思うから、たまにはね、そうメイク配信とかしてるとね、そうもう男性の方は何言ってんだかって感じの方が多いから、まあ今日はね男性の方は一緒に共感してくれてる方が多いはず。でも女の子もね、私みたいな女の子もたくさんいると思うから、まあそういう一部の女の子が見てくれてたら嬉しいです。みんなで応援しよう、今見てくれてるみんなで。なんかさ、暑いのにさ、でも緊張するからってこうやってさ、なんか布団をかけちゃうの、でも暑いの知らんがなってなね、よし、ツーアウト、抑えてほしい。今三塁だからね、今一塁三塁、この試合生で見たいね、見たいね。でもなんかいいね、みんなで応援してる感じがしてちょっと嬉しいやん。
ファンの皆さんと一緒に応援できてる感じで。え、やばいじゃん。もし最高な場面来ても私の配信終わってる可能性あるよ。え、無理なんだけど。どうしよう、勝った時に一人で。え、マジ？ちょっとつら。巻いてこ、ちょっと巻いてこ、ちょっと巻きで。じゃやっぱてっぺん近くなってくるんで巻きで。動画撮っといて。そうだよ、フリート使おう。フリート今日までやって、今日まで、明日まで、もう終わるやろ。絶対さ見てるよお父さんも。アンの配信見てないのかな。アンの配信なんか見ずに多分野球見てるよきっと。絶対野球見てるよパパ。明日の1時まで。そっか、じゃあフリートするわ。もし途切れて、途切れてっていうか11時を迎えて、でしかも勝利してってなったら、いやもうフリートじゃなくてもツイートしちゃうわ。いや絶対私の配信見てないよ。よーし、オッケーオッケー。なんかさ息できんくない、わかる、なんか息止めちゃう、なんか息が止まるってこんなことってぐらい、なんかってなっちゃう。よーし、やっぱうちの栗林投手ありがとうございます、素晴らしい、さすが、本当にアンカープにいてくださって本当にありがとうございます。あ、ぜひちょっと巻き目で点取っていただければ光栄なんですが、でもそんな贅沢は言いません。選手の皆さんがもう思う存分プレーをしていただければ私はそれで十分です。いやでもかっこよすぎでしょ栗林選手、栗林投手。素晴らしすぎ、もう国民が大拍手送ってるよ。ジャイアンツ戦ではやめてねって。敵になったら怖いやんな。いやねえ、ね、だって一球目で決まる可能性もなくはない、もうあれになってるもんね、一塁二塁にはあれだから、なんだっけ、なんていうシステムだっけ、 ブレイクみたいなやつ、なんちゃらなんちゃら、あ、タイブレイクだ、出てた、タイブレイク。バチコーンと言ってほしい。ふみかちゃんタイブレイクコメントで埋まる。タイブレイクコメントでこんなに埋まる配信者あんまいないよね多分。まさかの、あ、そういうことね。残ってるランナー足早い、確かにね、そういうことね。しかも栗林選手、あ、栗原選手。もう今脳内にさ焼き付きすぎてめっちゃ笑っちゃった自分でも。バント
名前が脳内に同じ栗だから、もう今案の中で栗林投手が焼き付きすぎて栗林選手っつっちゃった。え、栗、うん、なってる。栗原選手だった本当は。栗バンド成功。早い、すごい、一発目で決めた。すごい、すごくない？めっちゃすごくない？みんなめっちゃニコニコ笑顔だし、すごい、一球目から決めた。かっこいい、素晴らしいお仕事でございますすごい。私が栗林、林と原でアハハハハとか言ってたらもう一瞬で終わった。よし、あと10分、私のタイムリミットはやばい、あと10分。 こんなに盛り上がる試合を一人で最後迎えるなんて本当に嫌だよ。ちょっとお話しされてる。ちょっと巻きでお願いしますよゆうまくんやばいね、語りたいね確かに先に順位読んどこうか。順位読んどこう。順位読んでいいどんな配信者。13位から一旦読みます13位がゆうじさん、12位がとも、11位がじっすん、10位がズッキーさん、9位が謎の長老さん、8位がたけるん、7位がゆうしっさん、6位がレグルスさん、5位が人生じいちゃん、4位がゆかりん、3位がムーミンパパ、2位が太郎さん、1位がさしなゆいさんです。ありがとうございますうん、試合が始まってない時に読む人ごめんなさい。もういいですよ、正々堂々と戦いましょう。もういいですよ、いいですよ、もう満塁とかにしてたらやっぱ時間かかっちゃうんで、うん、もう正々堂々と戦っていいと思いますよもうランダムもいけそうな時間あったけど、よし始まるか。よっしゃ見ましょうかね皆さん。涙が出てきちゃった嬉しい。え、次いつ試合すごい、しかもさめっちゃでかく、普通にすごい、え、やばい、すごい、このね、みんなでね掛け合って喜んでるシーン大好きやん、最高本当に。やばいね、よかったみんなと一緒に、よかった本当に。11時までにありがとうございます、巻きで終わらせてくださって。本当に私一人で泣いてるところだった、危ない危ない、あーやばい。
高。いやー最高。次何日でしたっけ、次いつ、いつ誰か教えて。4日、嘘でしょ、絶対見れないんだけど絶対見れないんだけど。テレビではでもいいや、私は応援する。配信では絶対多分実況しながらはできないと思うけど大丈夫。いやでもね、やっぱねスポーツは生でライブで見たいのよ。でも本当に待って、なんか最近のなんか今なんだろう、いろんなことが吹っ飛んだ。スポーツってすごい。スポーツってすごい。放心状態放心状態。配信っていうあれがあってよかった、一人で喜んでなくてよかった。本当に、うん、明日の朝早い、もう興奮冷めならぬ状態でいかんといけ。でもさ、なんかあんまりさ、そのメンバーとかさ、このさ興奮を一緒にさ味わってくれる人がそんないないからさ、どうしよう、明日スタッフさん、野球好きなスタッフさん見つけよう。この野球を共に語ってくれる野球が好きなスタッフさんきっといるでしょ。さすがに日本代表はみんな見てるでしょ。スタッフさん見ててくださいね。メンバーはまあまだしも、男性のスタッフさんとかおじさんスタッフさんは特に見てくれているはずなんで、きっと見てるでしょ。さすがにオリンピックの野球ですもん、見ますよそりゃ。きっと誰か一緒に語ってくれる人がいるはずです。明日メンバーの皆さんはきっと誰一人として一緒に語ってくれる人はいないかもしれないのであのこのテンション感で一緒に語ってくれる人が、なのでスタッフさんを探したいと思います。明日私の相手してくださいね。スタッフさん誰か誰でもいいですよ待ってます。野球の話しましょうリサチがいる、リサチ話してくれるとは思わないんだけどな。シーと言ったら証拠ぐらいかな、証拠見てるかな、どうだろう。やばい、終わんなきゃ。ランダムします。もう勝ったから何人でもランダムいっちゃう1人目ナナッコリーちゃん、2人目ムーさん、3人目トノラブさん、4人目あかりちゃん、5人目マナム、6人目みつるさん、7人目トレーサーさん、8人目スパイラーメンさん、9人目シシリアさん、ラスト10人、みかんさん野球勝ったからもう何人でもいっちゃうだいたいタワーをいただいた時にプラスでタワーの数のランダムしてるのに、もう今日は別にタワーとか関係ない、もう野球勝ったご褒美、ご褒美じゃない、なんかパーティー10人いっちゃったということでじゃんけんします。せーの、じゃんけん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 はい、ということでマジ暑い、無理、汗かいた、無理、お風呂入ったのに汗かかさないでよ、暑いよ、バイバーイマジでさごめんね、こんな配信で、でも楽しかったからは許してください。はい、また明日朝から会いましょう。ごめんねマジで、夜こんな今テンションだけど、明日の朝おはようございますみたいなテンションかもしれない、本当にやばい。
高低差で耳キーになるかもしれんけど、明日の朝と私今の私を比較しないでください。お願いします。明日朝5時台に配信するんでお願いします。バイバーイ。ペコパンよろしくお願いします。バイバーイ。14000人も見てくれてた、すごい、ありがとう。バイバイ。